A マッソは渡辺エンターテインメントに所属する日本のお笑いコンビ。コンビ名は造語。A は二人の名前のイニシャルマッソは筋肉マンのマッスルに由来しているイタリアのマフィアの言語でトイレに行くという意味などというコンビ名の由来ボケが数多くある。二人とも小学生時代からの幼馴染同士。加納が小学校三年生の頃に安倍の区から住吉区に転校し、 5年生で同じクラスになり、村上に出会う。その小学校高学年の時に、村上、加納と、あと2人を加えた4人で披露したのが、初めての漫才。高校大学は別々。村上が入りたかった高校に、加納が入学したというエピソードがある。笑い飯に影響を受ける形で、本格的にお笑いを始める。お笑いの道に誘ったのは、加納の方で、 村上が大学生の時に就職活動をしそうだったことに対してそんなんをもろうないやろ。ふざけて生きていこうぜ、とインディーズのお笑いライブに出ようと誘ったのがお笑いのキャリアの始まり。やがて事務所関係者の目にも止まり、二人で小畜芸能タレントスクール大阪校に特待生として入学。2010年4月に A マッソとしてデビュー。最初の所属は、 小竹芸能大阪で2011年に上京して小竹芸能東京に所属となる。2013年に移行のすれ違いもあって小竹芸能を退社ししばらくのフリー期間を経てライブに一緒に出演していた渡辺エンターテインメント所属の芸人に誘われる形で同年中に渡辺エンターテインメントに移籍。小竹芸能退社の理由は可能が売り出し中の金太郎。 に突っ込みと称した蹴りを入れたからだとされている。このことについて、加納は、それもクビになった理由の一つなんでしょうねと話している。状況当時、村上が彼氏と同棲する予定であったが直前に、破局。そのまま加納が住むことになり、2018年頃まで二人で同棲して加納がネタを書き、村上が生活費を稼いでいた。2014年より、 二スタジオと共同で映像やアニメーション、楽曲の制作を行う。2015年8月から9月放送の爆笑ファクトリーハウス笑い削りにて準優勝。2015年12月29日放送、速報。有吉のお笑い大統領選挙では予備選挙に出演し当選者に選ばれる。2016年11月20日放送。 鉄子罰サマーズの爆笑芸品館で黒柳徹子にも太鼓板を押された。2016年の M-1 グランプリでは敗者復活戦に出場し新ネタを披露した。2018年10月より渡辺エンターテインメントの事務所ライブウェルの MC にロッジに代わり抜擢され、2019年9月まで担当した後、2021年7月のリニューアルの 際には再び MC を担当することになった。2020年10月より初の冠売レギュラーラジオ番組 A マッソの両 A 面が地元、大阪の MBS ラジオにて放送開始する。2020年の女芸人ナンバーワン決定戦座 W では初の決勝進出を果たす。漫才、コントとも演じている。M-1 グランプリ、キングオブコントとも 準決勝まで進出したことがある。明確なボケツッコミの役割は決まっていない。きつめの関西弁ベースのしゃべくり漫才のほか W ボケ、W ツッコミのスタイルの漫才も披露したことがあり、冗談手帳に出演した時には、リズムネタを創作して演じた。本人たち曰く、2016年時点で持っている、ネタの本数は200本くらいとのこと。ネタは、思い出の話。 海水浴、射的、ゲームなど身近なところから取り上げ、言葉は可能が、騎士官で選んで作っている。一方で、女性芸人によく見られる女性のある、あるネタや、OL や、女子高生などのキャラでのネタは、世の女性の平均値のようなものを知らず、もともと好きだったのが、そのようなタイプの笑いじゃなかったからということでやることが、ない。小日向文世、よ、感毛沢東の嫁。 外部発注、一社提供、ジンバブエと、びしょびしょ条約など、およそ一般の漫才には登場しないようなワードを多用している。大学生 M-1 グランプリでは MC を務めたが、そこで漫才を披露した際に、潜在写真として、桑畑小原の写真を使うという大胆なボケをした。YouTube の A マッソ公式チャンネルでは独特なネタを披露しており、デロヨでは、 いちご白書、もう一度歌うバンバろ文がインターホンを押されて複数回振り返るというネタ、互換性では、ジグソーパズルの上にチャーハンを投げ入れるネタ、クソ監督ではネットフリックスを皮肉に捉えたネタを披露している。また、2019年より、癖の強い人間を可能が面接する、面接官可能シリーズや、加藤歩美、中、え田中隆。 深はりなどを迎えた売れっ子の先輩から売れるための秘訣を教えてもらうシリーズなど YouTube 特別企画が展開されている。2019年9月22日、東京、二子玉川ライズで行われたファンクバンド、思い出野郎 A チームのライブ、思い出野郎 A チームプレゼンツウルトラ、フリーソウルピクニックに出演した際、イベントのための企画ネタの中で、 大阪直美に対し人種差別と捉えられる発言を行った。この件につき、同月24日に所属事務所の渡辺エンターテインメントが公式サイトで謝罪した。同謝罪文において可能と、村上は直筆の書面で謝罪の意を示した。2019年3月に開催された A マッソカノー大礼会公演、混乱モニテ、プロジェクションマッピングを用いて、 映像と融合させる映像漫才を披露する。2020年に開催されたエーマス素大7回単独ライブ、ものっそカーカーでも披露される。その際のエンドロールでは制作として、可能の他にエーマスそのゲラニチョビの企画、構成を担当する放送作家、白竹時を同じく演出を担当する映像作家、柿沼清がクレジットされており、 同年に出場し決勝進出を果たした女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W でのネタ制作はこのチームでのプロジェクトであることが A マッソ公式チャンネル A マッソの日曜日、ビ潮止めテレビサイズツアーにて明かされているさらに2021年に公開されたドキュメンタリー映画 A マッソのすべてにおいて柿沼と白竹が監督脚本を担当したまた ザ・ W で披露した映像漫才のネタ中に出てくるイラストは同じ事務所の後輩であるのディが手掛けている。z o ズ・ d a レンズ、レッド、ライトラブ過去のレギュラー出演その他の出演。ありがとうございます。